はい、この動画では YouTube 初めましての副島一樹の半生と、そして遊戯王の歴史について紹介していきたいと思います。激動の海外時代は動画の前編をご覧ください。さて、日本に帰国した副島一樹は九州大学に入学、ちょうど遊戯王のアーク5が放送されようとしていた頃です。そして福岡にペンドラム召喚された僕は、あの留学生にもてはやされてミスター九州大学のコンテストにエントリーしました。ハリーポッターのコスプレをして、ちょっと若干黒歴史なんですけど、ナマステスラマテンガハリードブリデン広がるぐるぐる副島マジカルワールドみたいなキャラクター作りをして、ね、晴れて、ミスター九大になることができました。で、勢いづいた僕はですね、今度はジュノンボーイコンテストに挑戦します。そしてファイナルステージではオリジナルヒーロー副島マンとしてオリジナルのヒーローショーを披露しました。相手役は大学の先輩に覆面かぶってもらってね、その先輩をボコボコにするみたいな、はい、やりました。で、もういよいよ現代から地続きの未来の話をします。そう、上京した後の話ですね。ジュノンボーイになったことで、もう向こうを見ずに身一つ、そしてデッキ一つで僕は東京に飛び出てきてしまいます。ということで俳優時代の話です。現在進行形中ですね。はい、ちょうど遊戯王ブレインズが放送されようとする時に僕もこっちに上京しました。うん、そうですね、僕は、先ほども申しましたが、身一つデッキ一つで東京に来てしまったので、お金も計画性もなかったので、ちょうどね、僕もコスプレが好きで、撮影スタジオを運営している友人がいました。なのでその撮影スタジオのお風呂場に、転がり込んで住まわせてもらってたんですね。まあね、極貧生活を送るジュノンボーイ、そしてねアウトデラックスで特集していただいたりもしました。はい、検索したらいろいろ出てくると思います。はい、でですね、初めての仕事が少年ジャンプの宣伝番組、特捜警察ジャンポリスでの遊戯王特別捜査官を務めさせていただいたこと、それがすごく嬉しかったです。舞台としては大きく振りかぶっての坂井口優斗を、務めさせていただいたのが初めてのね、アニメ漫画原作の舞台でした。そしてアンサンブルスターズオンステージメモリーオブマリオネットではフィーネの姫宮通り、舞台版日暮らしの泣く頃にでは主演の前原圭一を務めました。アニメ漫画を通して日本海外の架け橋になれる存在になる、それが僕の夢です。俳優として役者としては、ね、僕のお芝居を見ることで朝起きてカーテンを開いて布団から起き上がれる、そんなね、小さな小さな希望や元気を与えられる存在になれたらいいなとずっと願っています。それが僕にとっての夢であり願いであり、僕にとってのエネルギーでもあります。なので YouTube では僕が大好きなものを発信していくのはもちろんのこと、僕が海外や日本で培ってきたものを皆さんにどんどん発信していけたらいいなと思っています。今、副島一樹の YouTube での戦いのロード、それが僕の未来となるのだ。はい、ありがとうございました。